こんにちは。今回も、シャドーバースやっていくんですが、今、ランプピサロが結構強いと言われていて、ちょっとデッキを、ちょっと変更しまして、今回ランプピサロやっていくんですが、まずこのカード入れました。シールドオーガ。とりあえずなんかこう腕に、なんかドアの形を持ったフォロワーが結構強くて、ちょっと採用してみます。4コス44の字でも強いんですが、で、レジェンドカードも一気に、採用しまして、で、新しいカードのこのバルボッサ、バルボッサを入れました。このユニットの攻撃で敵ユニットを倒すたび、プラス2、プラス2すると、要は7コスで、10点のこう、ダメ、相手の盤面を取りつつ、殴っていけると。だからこれ、なんていうんだろうな、バルボッサを出すだけで、バルボッサの処理が結構難しい。要は、残してるって考え方をする時点で、もうバンバンバフがかかってしまうんで、もう倒せないっていう状況になってしまうから、で、貫通も確か持ってたんで、バルボッサはちょっとなかなか強いんじゃないかなと。で、こう PP 上げていきたいから、一応闇への供物を取っとくっていうとあるんですよな。で、もうすぐプラチナリーグ行きそうなんですが、なかなかそれがちょっとうまいこといかないので、ここ一応骸骨にするか、一応骸骨で。ヘレーヘレーヘレーで、闇夜の供物を、骸骨に打って、相手のユニットを打ち取りたいってなるんですが、テンションアップを使っていく。YouTube! ヘレー大ガラスか、もうガラス出して攻撃していこう。結構低コストのカード、マリガンで低コストのカードを引けるかどうかっていうのは多分このデッキ一番重要かな。結構重くなってるからランピサロっていうのは。鋼の剣を使っていく。で、テリーは、結構バカにしていた頃もあったんですが、なかなか強いんで、なかなかバカにできないこいつは。ガチャコッコ、ただガチャコッコ出す必要性はないんで、ここ闇への供物いきます。で、MP を貯めつつ、シールドがよしよしいいぞ。もう、モーモン出して、で、テンションスケール、もう完璧。もう理想中の理想のムーブができてる。でも早めにもう、竜王出してしまえば、もう勝ちなんで、ぶっちゃけ。竜王出せば勝ちみたいなゲームやから、このゲーム。ほっれーほっれーはっら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 ーさあ、三骨はどう来るか。モーモン取っていく感じになるのかな。でもそれだと2点食らうから、ただテリーは本当に使ってみた感じすごい強いんで、侮れないというか、本当にテリーは強い。で、5コスなって相手ユニット置いてほしいな。できればガチャごっこ05っていうのは弱すぎるから。ほっれー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 悩んどんな。ガチャごっこを出していく。ゆうちょやなー。でも ゆうちょやわー。はぐれメタル、テンションスキルプラス、ガチャコッコ置くか。ガチャコッコ置いとくか一応。お互い仁王立ちを張っといて、睨み合いって感じかな。ここはでも、もう竜王さえ出せば勝ちなんで、もうガチャコッコのこの5点し仁王立ちとかもそんなものは優秀やね。女ばっこり来るな。ばっこりいかずちよ、俺に力を。やっぱテリー強えわ。ほんと強いと思うこいつ。なかなかやるじゃないか。だがここはウィッチネイル大きいな。ウィッチネイルの下にはぐれメタル置いて、はぐれと攻撃、一応攻撃するか。攻撃する意味あったのかな。いいや。次のターンもう竜を出して、で、一応このデッキは必殺技入ってないから、バンバンもうスペル、ピサロナイトは出していっていいと思うわ。魔族の騎士。名前はかっこいいけど見た目がすごいダサいんだよな。100均のおもちゃ、100均のおもちゃみたいなイラストやからビビるわ。で、ゆうちゃな。この辺も100均で売ってそうやけどな。この辺は1000円、1000円の床屋に売ってるやろ。散髪屋に売ってるんじゃん。で、これはもう飲食店に売ってそうやな。飲食店で、ゆうちょやな。これもう必殺でユーダーごと消滅させてくれよ。
必殺で、必殺で、道連れしてこい、リーダーごと。でも次のターン、竜王出せるんだよな。そうなると、もう負けなんだよな。タイヤマシン出していくと。じゃら、まあ、盤面取っていく。まあ、テンションスキル打ってた話の。まあ、竜王でここはもう問題ないと思うわ。オーレンか。強いんですわ。髪型ワロタ。モヒカンの上位互換か。もうこれほぼ勝ちで、オーレンがやっぱピサロってやっぱ強いんだよな。で結構気に入ってるのがこのピサロのさ、このカードのこの縁、赤い縁がすごいかっこいい。ニュートラルとかはまあこんな感じで黄色いんですけど、ピサロ赤やからな。赤色ってやっぱかっこいい、漆黒に落ちた感じ。さあどうくるこれ。まあ、ピサロはな、相撲取りみたい な, なんかパンツ履いてるしな。で悠長やな。あら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 。まあ闇への供物が結構効いた感じかな。さあどうくるこれ。まあガチャコックはオーレンで取って、でもう竜王に関しては顔でもいいと思うんだよな。ぶっちゃけ覚悟しておけ。無駄なイケボでワロだ。無駄なイケボで草。小賢しいね。あ、剣で攻撃しない。なるほど。バルザックが来るんですわ。バルザックが来るんですわ。攻撃していく。で、バルザック行くわ。でっか。これ、竜王でっけえのもヒサル使って、でっか。あ、100均のおもちゃで戦っていくぞ。これかっこいいな。7コス77貫通で、てかこんなに攻められたら一気に貫通いくよな。すげえ肉詰まってるじゃんこいつ。ただなんか空は飛べなさそうやな。すごいこの尻尾のうねりがリアルすぎる。てかちょっと待って、これもう一個後ろに出したピザロのあそことこのトゲがなんか出し入れしてるみたいに見えるんやけど。感じてるなピサロ。あー、これはやばい。この動きがなんかすごいな。あー、さあどうくる。もうおじけづいてるんじゃない、強すぎて。まあこれがピサロの実力だからな。どうすることもできない。圧倒的な強さ、圧倒的なレジェンドをバンバン出していけるんで。4号に下げていくか。で、電子アップ使って、イカズチを、貫通取って感じか。俺に剣をください。うーじゃねー。でも、バルバッサを取っていくのはなかなかすごいな。だから、ここに竜王を展開できる。竜王は多分、取れないんじゃない？ゆうちゅやなー。で、ワタボを召喚していくと。苦し紛れやな、苦し紛れ。ゆうちゅやなー。超貫通やから、タイヤマシン、モルトも全てを破壊できる。テンションリンク、オーレン出すか。こっちもでも手札欲しいよな、手札。33か。まあ、オーレン、まあ一応でもワタボを取るか。で、タイヤマシンもろともすべてのダメージを7点開けていく。でも一応タイヤマシン活躍してるのは6点しか食らってなかったから、まあ一応活躍したって感じか。だからこの盤面を突破できるか。でもこれ突破されるとちょっと厳しいな。竜王が破壊されてしまうと、ちょっと盤面的に厳しいかなっていうのがあるかな。さあどうこれ、これ竜王突破されるとやばいぞ。竜王突破されるとやばいぞこれ。4点やろ。まあイカズチプラスてかイエローなんとかでも一応取れるか。うわ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 
なんかアンルシアってあんま入れてる人いないよな。何こいつ、ナスビーマスビーナーラ召喚時に言っていたい。あれ、小座、小座かしいな。あ、貫通で全部取っていくって感じか。あー、うぜえ飛び方してんなこいつ。いや、可愛いか、可愛いな。なこういう種をな、植え付けたよな。さあ、ナナコスは。だから貫通で竜王の7点をこう、あ、こうせーって結構負けるぞ、マジで。で、ちょ、待って、負ける。テンションアップ。あらー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 てか、イエローシンクルで竜王取らなくていいんかな。プレイングがちょっとわからんわ、相手の。相手のプレイングがよくわからんな。で、顔狙っていく。うん、悠長やな。女もっとなんかいい動きができそうな気もしたが、ガチャコッコ出していく。で、縦魔人もな、出したい気もするけど、とりあえずこいつが3、4やから、まあ、こっち取って、で、まあ、貫通でね、殴っていく。バチクリでも、シールドオーガも出してしまうか。天照月も使って。ただ、一番怖いのは必殺技のギガントブレイクやったっけ。ギガブレイクか。あれやられてしまうと、一気に全部いなくなってしまうっていうのがあるんだよな。女ただ、ガチャコッコがいるから、多分、竜王は取れないな。キューコスレジェの77超貫通。超貫通って結構重いんかな。なお、竜王以外にもなんか超貫通とか、まあいろいろな、今後もこうパック発売されていくと思うし、頻度がな、知りたいな、パックの。何ヶ月に1回とかいう、なんかそういう情報出ないかな。シールドオーガに関してはもうみんな入れてるわ、今の環境。さあ、どう来る？まあ、テンションアップ使って、ただ貫通で殴っていくっていうのが怖いな。次のターン、竜を取られてしまうから、なんか大きいホラーを並べていった方がいいかな。で？ゆうちゃな。ただ、こっから負ける筋っていうのは全然あるんで、ギガブレイクっていうカードがあるから、強いな。強いわ。しかも、これ竜を取られてしまうやん。ちょっと待って、負けるぞ、これ。そっち取っていく？貫通じゃないの？貫通で取っていかないの？ゆうちょやなぁ。女貫通でさ、オーレンとこ取ったら、竜王モルトも全て破壊なんだけど、初心者か？貫通っていう言葉知らんのかな。次ちょっと、プラチナランク行くわ。いやー強いなピサロ。まぁ、ちょっと今の多分プレイング相手悪かったが勝ったけど、まぁ、今の負けてたわ。今の負けてたわ。でもこのゲーム結構一試合一試合が長いよな、やっぱり。シャドーバースとかたまに3分とかで終わるけどな。で、結構同じランク帯の人と当たるな。ゴールドランク1っていう、なんか結構繊細っていうか。竜王と骸骨か。まぁ、高校なんで、難しいな。相手が奇数ミネアなのか、それともタロット系のデッキなのかっていうところや、まずは。はらーはらーはらーまあ、テンションアップ使っていく。ユーチュアねーなるほど。闇への供物か。まあ、悪くないカードなんですが、次のターン、骸骨プラス闇への供物っていう動きも全然あるかな。例えば、ニコス23とかいうフォロワー置いてきたらだいぶ取りやすい。金のタロット。これ結構強いからな。この敵中、必中ミニア、タロットミニアって結構強いから。まあ、ここはベビーサタンでちょっと後ろで守って、コスト上げていこうか。ただな、相手も悪魔のタロットっていうカードが強いんで、そこをどう突破していくかっていうのは本当に難しい、このバトルは。でも、必中モードになってるんで、まあ、相手の思うがまま、使うことも。さすがにベビーサタンは怖いから打ち取っていくと。シールドオーガ。まあ、ここ、骸骨プラス、テンションスキル打って、で、闇への供物をもう、骸骨に打つか。骸骨に打って。闇への供物あらーあらーあらーあー。では、しっかり MP を回収しながら、テンションスキルも上げていくと。我が結束
で魔力の解放あるから、まあ、7コス竜王とか6コスの段階で竜王出せるからもうこれも強いし、だからいかに早く上級カード出して買っていくかって、もうシャドーバースの本当ドラゴンみたいな感じやな、このデッキは。さあどうくる ?4 コスだと、まあ、必中モードだと確か太陽のタロット、あー強いわそれ、強いそれ強いんだよな、まあ分かってたけど、うん、でオーレン出すのはさすがに初心者やし、できればあーベビーサタン大きいんですわー、ベビーサタンが大きいんですわこうなってくると次のターン魔力解放打たずに竜王は展開することができるんだよな。さあどうくる、ゆうちゃゆうちゃあ次7コスで8やからな。まあイエローシックも最近多いな。風の導きでしっかりベビーサタンを打ち取っていく。で、あデッキ1番目のカードを下に戻すかの選択をしていきながら、風かしであまあ運命の輪加えて水晶の輝きを打つんかな。ただ悪魔のタロット打たれてしまうと本当怖いんで、そこだけ注意していきたいが、ウィッチネイル、でもここは竜王でいいやろ。いやぶっちゃけ竜王でいいやろ、ここは急ぐ必要はないんで。さあどうくる、まあさまよう鎧出していく、ホイミスライムを召喚で顔を狙って水晶ならすんのかな。ターン終了していく、控えめやなこいつ。であれば一気に魔力回復して9コスにしてしまうってもあるか、まあ、オーレンがなちょっと微妙なんで、とりあえず相打ちなんのかな、難しいなここオーレンがな刺さらないんだよなぶっちゃけ。まあ、ウィッチネイルからのもうシールドウォーリアー出すか、オーレン出してもしょうがないんで、まあ、シールドオーガももう出してしまって、ヘッレーヘッレーで、まあ一応こっち取るか、できるだけ多くユニットを取っていく動きが強いから、私のターンです。なんか最近こいつ入れてるけど、これあんま強くないんだよな、さまよう鎧とか。悠長でもこれあれ来ると厳しいよ、なんか竜王は、いやあれ来ると厳しいぞ、悪魔のタロット。悪魔のタロットは窮骨。うわえ強すぎじゃないそのカード天変地異必殺技か、味方リーダー超必中モードになる、え強っ、ランダムな敵ユニットに3ダメージを4回、あー12点が強いな。エッグトマト超えてるやん、エッグトマト、あーエッグトマト超えててワロだあー盤面取っていく、なるほどなるほど、まあ多分破壊はできないと思うんで、ただ魔力解放2枚とかいらないんだけど絶対いらんやろ、まあ体力もう悠長、でこっからちょっと反撃していくか、まあ手札あんま強くないけど、ドルマゲスが来るんですわまあドルマゲス出していく、あなた間ですねでもピサノナイトももう出していって、もうちょっと一気にもう行くわ、あで超貫通で相手のホイミモルトも全てを破壊していくまあ悪魔のタロットが来たら負けなんですけど、まあそんな恐れててもしゃあないからもう攻めていくのみやと思うわ。ただ2点以下のフォロワー太陽のタロットが来ても結構厳しいな、超必中モードだと7点回復プラス2点ダメージの太陽のタロットっていうカードがあるんだけど、あれも厳しいし、さあどう来るか、ヒューチューねー竜シド、うわえぐい、うわちょっと待って竜
レジェンド2体まとめて全部やられていったんだけど、よいはな、不死郎そんな強いカード。大ガラスとか弱いしさ、大ガラスとか呼んでる暇ないんで、まあ、オーレも多分出さないは強いやろ、これ。でも出すか、もう出すわ。もうどうでもいい。結構オーレのこのイラスト好きやわ。いやでもこれちょっと厳しいな。33やから次オーレンで上から取りたいけど、手札が相手多いんで、でこっち手札0枚に等しいから。10コスの段階で魔力の解放っていらなすぎだろ。小ざかしだまあカラス取っていくがえぐいなマジで。弱すぎ、弱すぎるんだけど、弱すぎて話になんねえわこんな。何する小探しだがもう弱いわ。なんでこんな引きが悪いんだろう。弱すぎて話になんないんだけど、弱すぎだろ、弱すぎるんですわ。できるだけユニットトリガー交付するから。なんなんこの引きの悪さ。もう交互すと来いよ、グラコスとかさ。いやもう強すぎるわ、もう指導とか強すぎるわ。まあ負けかな。まあ次のターンもうあの8コス以下のカード来たらリタイアするわ。てかもう挽回できるカード多分ないんで、まあ、指導が例えば指導入ってるかちょっと忘れたけど。そうやね。あただこのガチャ効果は結構強いかもしれないな。相手方からすると結構うざいと思うわ。ただ手札が0枚に等しい。じゃあ強すぎやわ、強すぎ。全体除去多すぎだろ。まあこれがなタロット系デッキの本当強みなんですけど、マジで強いな。で6個追加でなんかまた、しかも全回復してるしさ。これぶっちゃけ次のターン、もうやりたい放題やな。旅の途中なんだが、なかなか俺よ。えぐ、レジェンドカードのオンパレードやん。こんな魚ごときに負けるとか、いやーえぐいえぐい。まあこれほぼ負けかな。もう考えるまでもないやろ。私のターン。我が結束はまだだ。ああもう弱すぎ、もう話になんない。ただランプキサロって結構強いって言われてて、ただちょっとプレイング悪いんかな。でもプレイング悪くないやろ。こう皆さんこう見た感じどう感じてるかな。そんな言うほどさ、ピーピーキャーキャー言うほど、何プレイングが悪いとは思わないんだけどな、ぶっちゃけ。竜王も展開できたし、まあ、レジェンドカードもいっぱい展開できて、ドルマゲスも展開できて、運が悪いな。あ、そこやわ。そこに尽きるわ。運が悪かった。ああ、それやな。それで間違いないわ。運が悪かった。ああ、それやな。もう高校で、高校のこれ、まあ、豆知識なんですが、ガチャコッコ引ければだいぶ優位に立てるっていうのも大体最近のバトルで証明されてるかな。ガチャコッコ2枚はだいぶ大きい。あれあれあれ、さあ2コスはどう来るか。2コスっていうか2マナか。まあいや結構やっぱテリーは本当に強いんで侮ったらあかんわ。もう1戦目もテリーやったけど、本当にテリーは優秀やから、どうしようかな。ここ、ウィッチネイロって明日は強いかな。まあでも、ワタボーいくか。パラバ、パラバ、パラバッパ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 ー、パラバッパ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 ー。大ガラス。ちょっとコスト低いのきすぎやな。もっと大型級の方がバンバン来てほしいわ。まあ、灯籠兵を出していく。で、悠長悠長テンションアップ使って、で、顔狙ってこないの？ 1 点の火力あんのに。もう悠長やな。であれば、
あガチャコッコ行きっていうのもあるんだけど、あまだ出す必要性があまりないんで、これ相打ち取ってウィッチネイル出しとくわ。あで転生スキルとかに使うために魔力解放打つのは弱いから、まあ様子見ながら、でもギガスラッシュとかな注意しないとテリーはいけないんで、まああらゆる相手の戦略っていうのを考えないかんから、シャドーバースより難しいんじゃないこのゲーム、ぶっちゃけ。まあ引いていきながら、でゆーちょメタッピーこれだ。あでもそれは取れるからいいわ。でこうなってくると、あガチャコックがすごい使えるから、ガチャコック置いてウィッチネイルをしっかり守っていきながら盤面取っていく。でテンションアップ使って、あまあこれ使って闇への蜘蛛あんねー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 。てか魔力解放2枚使うわ。魔力解放使っても大ガラスもウォールで守っとくか。我が結束の前では無力だ。もう上級フォロワーいないんで、もう今の使い方全然悪くない。でドローソースも使えてるか。ゆうちょやな女女女女女女。てかなんで今煽ってきたんだ、そんなに勝つ。ああおおあれ、こういうのが下手くそなんかな。あれ今の挽回できるんだな。クソやな。今の挽回できるんだ。知らんわ。話に聞いてないっていうか、はぐれメタル、ま、取って、今の挽回できんの。このゲームマジでよくわからんな。俺のターン。圧倒的に勝ってる盤面をこう一気にさ、覆されるから、本当に、なんなんマジで。今の圧倒的にもう勝ち見えてる流れだったん、間違いなく。なんで全部除去されてんの、おかしいだろマジで。嘆きむ。最近なんかこういう準備は整った。なに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 召喚時、なかなか強いな。なるほどなるほど。で顔ね、なるほどなるほど。ドルマゲス行くか。じゃあいいねー私のもの。ドルマゲス行きます。いやでも、まあ、相手の手札も少ないし、ガチャコッコもいるから、まだ全然わからないんで、ウォール張っていくと、オッケーオッケーオッケー。3P をやりましょう。あらあなんかドルマゲスって、なんか小安っていう人に似てるような声優の、あの、ジョジョの奇妙な冒険のディオの声優となんか似てるけど、小安さんかな、いや知らんけど。さあ、どうくるこれ。ちょやな。もうな、あのサンダルじゃない、雨水の靴、雨がっぱ着てる場合じゃないぞ。あーリターンそいつも強いな、結構入れてる人多いわ。あっ転生スキル打って笑い袋はそんな評価高あーで、ゆうちょゆうちょオッケーオッケー。であれば、ここちょっと、ガチャコック置きたいんで、失礼。まあ、盤面取りながら、いや、こいつ盤面取ら、2点3、まあ、盤面取りながら、ガチャコック置くかどうかやな、ここ。3、4、5、6。いや、置く必要ないな。置く必要ないから、闇への束縛使って、闇への束縛。でまあ転生スキル打ってウィッチネイルでモーモー守っていこう。あこれ強い、これちょっと突破されたら負けやけど、多分突破できないんで、まずウィッチネイルが確実に取れないから、相手がどんな上級フォロワーユニット置こうが確実に取れることが分かってるんで、まあ手札は1枚ガシャコッコしかないけど、あオッケーオッケー。相手が必殺技使わないから、ゆーちゃ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 、あ稲妻のカゴ、そう、あ、おばかしいな。しかもなんか上がっていたぞ。なるほどなるほど。なんかこれ、なんか煽られてるんだけど、ガチャコッコ、闇への供物、おれー、おれー、
で、もうターン終了するよ。いやこれまずいぞ、球骨のターンがなんか来てくれよ、強いやつ。ああ、かぐ運がないな、これ。運がないわ。実力云々の前に運がないっていう、うん、それやわ。運も多少あってカードゲームは左右するから、うぜえな。でもこれレジェンド1枚なんか強いカードくるとき全然違うから、まだ分からんぞ。キューコスのレジェンドが来ると全然話が変わってくるんで、トップで解決できるのがカードゲームやから、これ来るんだよ、来るぞ来る、来ない。あー、まあ悪くないじゃん、悪くない、まあ相手取って、でまあ転生スキル打って、まあターン終了で、いいぞ、まだ分からんぞ。手札がな、ほんと弱いわ。これ闇の束縛ってあんま使えないから抜こうかな。テンションスキル OKOK で、あー弱い、すごい弱いで、顔狙って弱い、よし、いいぞ。これだとまだ分からん、こっちはもうほんとレジェンドカードいっぱい採用してるから、弱いからもう。なんでそんな弱いカードしか来ないんだろう。嫌がらせかな、嫌がらせとしか取られないわ。あんな女奇跡の、まあいいでしょう。でテンションアップ使って、まあ、殴っていく。なるほど。で友情やね、あーもう完全にナメプやなこれ。完全にナメプしてきて笑ったんやけど、10点か、8で9、次のリーサルやな。あーよし、いいぞ、いいカードが来てくれた。オーレンで54のスタッツのオーラの抜いていきたい。これで闇の束縛使って、あ、負けいやでもこれ使って、シールド貼ればまだ分からんぞ。ピザル出せばまだ分からんで、8で10、いや、まだ分からん、諦めるべきとこはまだ来ていない。おきな、もうトップで解決やな、もうこれ負けだ、運がないとして言いようない、運がない、それでもう尽きるわ。これでもうトップで解決でもギガスラッシュとかもそういうの言ったらもう運がない。なるほど、よし、いいぞ。リビングスタチュー、稲妻の加護、イカズチよ俺に続け。6点で、バンバン顔狙ってくんな。テンションスキル、2点か、全部のフォロワーを取らないと負けって感じかな。もう来るの遅えわ、来るの遅い、しかももうイライラする、イライラすんな、生理やわ、生理、もう生理がな、3秒に1回生理来るんで、マジでもう耐えられないわ。いやマジ強いな、ちょっと今回のいいとこ見せられなかったわ。